その期間で皆さんが知恵を絞って再開した時に今までの茶会より前進をさせた形の茶会になってるなというふうに感じますので、まあ、茶道それから工芸というのはまあ非常にこう切っても切れない非常に近いあのところにあると思うんですね。あの畳に座った時と同じような体感で前姿勢のような形でできるように工夫させていただきました。そういった日本独特のこう、工芸のこう価値観っていうのを、まあ、どんどんこう、国内のみならず、外国に向けて発信していきたいなというような思いがあったりします。本当に、半年以上ぶりに出家の茶会に来させてもらったんですけれども、本当にここに至るまで、もちろんこのセッティングもそうなんですけれども、お水屋でのミッションだったりとか、そうですね、どうすれば安心して皆さんができるかということと、どうすれば、何事もなく無事茶会が済むかというところに非常に時間と知恵を絞って運営をされた皆様、本当にありがとうございます。ただ再開をしたっていうことじゃなく、そのこの期間で皆さんが知恵を絞って再開した時に今までの茶会より前進をさせた形の茶会になってるなというふうに感じますので、なんというかやっぱ広島人はただじゃ折れないというのを今回の菊見茶会でおそらく皆さんに知っていただくことができるんじゃないかなと思いますし、やっぱこの期間もお茶がしたいとかお茶会に行きたいとかお茶会やりたいという方はやっぱり一定数いらっしゃったんで、そういう方が今日お越しになって久しぶりに出店でお茶が飲めたっていうのは、うん、嬉しいでしょうし、まあ、コロナの戦いまだ終わりませんけど、頑張っていこうという気持ちになっていただけるんじゃないかなと思います。はい、私の家って言いますか、まあ、漆工芸を、まあ、代々受け継いでるんですけども、あの金城一国祭っていう屋号がありまして、まあ、初代は尾張徳川藩の抱えの蒔絵師だったんですけども、2代目が広島に来たんですね。以来まあ、初代から通算して、まあ、210年ぐらい経ってるんですけども、私が今7代として、広島この地で漆芸を行っております。まあ、今回 の, 夏目切金螺鈿夏目菊というタイトルをつけたんですけども、これはですね、菊の花をですね、切金というのは金属の板を細かく切ってそれをこう貼っていく技法で、螺鈿というのは貝ですね。これは今回は白蝶貝の薄貝を使いまして、それもやっぱり切り金と同じように細かく切って、でそれをこう模様の通りにこう貼っていく、そして厚みが少しありますので漆をこの大体7回か8回ぐらい塗り重ねるんですね。まあ、ちょうどこの、まあ、菊の咲く時期に、まあこの緑という技法、色を使って、まあ、すがすがしさとそして奥ゆかしさと、そういった、まあ、気品のようなものが出ればなと思って、この夏目を作りました。まあ、伝統文化といいましてもですね、まあ、茶道それから工芸というのは、まあ、非常にこう切っても切れない非常に近い、ところにあると思うんですね。ただ今の実生活の中では少し離れたようにも見えるんですけども、実は普段の私たちの生活の中でもこの工芸というのは非常に多く使われてて、これもまた日本人の生活と切って切れない関係だと思うんですね。そしてこの特にこの漆芸っていう漆を使った技術っていうのは、まあ、我が国ならではのもうはるか1万年前から行われているこの一つの仕事といいますか、これが器として成り立ってるんですね。その技法を今日私が今引き継いでると、そしてまた後世につないでいかないといけないっていうのは、やはりこれは茶道と同じ、まあ、宿命といいますか、そういう、まあ、使命のようなのがあると思うんですね。
そしてまた新しく発展していくっていうのが実は伝統文化の最も大切なところで、そういった意味をしっかりとこう自分の中で認識をしながらものづくりをしていく。そして、茶道っていう一つの大きな日本の伝統文化の中でどうこの漆芸が生かされていくかっていうのをやっぱり勉強しながら意識しながらものづくりをしていきたいなと思います。今回作らさせていただいた流霊台は従来の流霊台より、お点前する部分をだいぶ下げて畳に座った時と同じような体感で前姿勢のような形でできるように工夫させていただきました。はい、あとは、工夫させていただいたところは側板を一応杉の吉野杉を使わさせていただいてて赤身を主に厳選して作らさせてもらってます。で目がずっと通るような形でちょっとまあ難しかったんですけど木を選びながらずっと回していったような形にしてます。はい、これも杉ですね。杉の板で作らさせていただいて、これは吉野とはいかないんですけど地元中国産の中国四方の杉を持ってきて作らさせてもらいました。はい、大体だからまあ住宅をするんですけど神社仏閣の修繕とか祠とかは新築もできたりしますし、この前は神楽殿作りましたけど、神楽殿そういうものもしますね。それの、技術も組み込めるてる感じはしますけど、今まで正座されてて足が痛いからちょっともう座れないという方も従来というか今までやってたようなお手前もできますし、今から若い人とかもですね正座はあまりできない方とかでも気楽にというか足のことを気にせずお茶のことが楽しめるんじゃないかなと思います。私は陶芸をこう専門にして、作家活動をやったり、大学の方で、陶芸を教えたりしてます。で、普段は、食器から、オブジェまで作るといいますか、これという、こうジャンルとか、スタイルっていうのをなるべくこう作らないようにして、自分がこう作りたいものをとにかく作るというスタンスで、制作しています。茶会の方で、使っていただいてはいるんですけれども、実はですねお茶道具としてはこう作ってない作品なんですね。で、この度のこの作品っていうのは、下の方にちょっとこう折り目といいますか、ひだのようになっています。で、この辺りをこう中心にして、紙をこう真っ白い紙をですねこう折った時にできる、状態といいますか、こう折ることによって、立体的にで、かつこう存在感のあるものになっていきます。で、そういったこう、部分と、粘土ですね。粘土もこう手を加える前っていうのはただのこう、実体のないものなんですけれども、粘土にこう手を加えることによって、形になったり作品になったりしていきます。そのあたりをこう重ね合わせて、題名がこう折る塔っていう、題名にしてるんですけれども、そういった形で、作品をこう表現しています。そうですね、この工芸っていうのは非常にこう、日本独特の表現であったり考え方だったりすると思うんですね。で、例えば、今回のこう茶道ということで、考えると、茶道にこう詫びという、価値観といいますか、考え方があります。で、その詫びという考え方っていうのは、茶道でこう確立した考え方なんですが、非常にこう室町の時代に確立したもので、それがこうずっとこう、現代の我々作家にとってもこう通じるものなんですね。で、そういった日本独特のこう、工芸のこう価値観っていうのを、どんどんこう、国内のみならず、外国に向けて発信していきたいなというような思いがあったりします。
太田和成と申します。京都で陶芸を学び、広島市で磁器を制作しています。日常で使える器や花器、茶碗などを中心に制作しています。焼き物は陶磁器と一括りに呼ばれますが、陶器と磁器は素材の違うものでして、陶器は土、磁器は陶石という石が原材料です。陶石を粉にして練り上げると磁器の土の磁度となります。私の方では天草の陶石を生成した磁度を有田から取り寄せて使用しています。磁器は土より高温の1290度を超える温度で焼成しています。磁器は陶器とガラスの中間の性質を持っていて、陶器より硬くて吸水性がなくて、より白さがあるのが特徴です。私の作品は磁器よりやや青みを帯びた青白磁の釉薬を使用して、ゴスという藍色の絵の具で着色した染付と呼ばれる古くからあるスタイルです。その藍色の深い色を強調した作品や文様を描く作品があるわけですが、窯の中で焼く温度や釉薬の厚みで発色が変わるので、ゴスが深く鮮やかに発色するように試行錯誤してきました。文様にはクジラや魚など海の生物をモチーフに多く取り入れています。作品は自分の作りたい理想のものを作るわけですが、一方で工芸なので、それを使う方の日常生活の中で使うためのものを作るわけですから、皆様の日常の生活に入り込んで使って心地よかったり、つい手に取りたくなるような器を作ることができると嬉しく思います。